そうですね、本当にあんだけユニフォーム着てくれてそういう立場になったんだなというか改めて痛感する。もう下手なプレーはできませんでした。しっかり見られてる立場っていうのは踏まえた上でのプレーをちゃんとしないといけないなというすごい心に、まあ、本当にオリンピックまで残りますかという期間の中で自分自身の移籍が決まって、まあ、いろいろ帰ってからもバタバタするとは思うんですけど、まあ、けどそれ以上に今しっかりとこの大会をやり終えなきゃいけないと思いますし、逆にここの試合でスタメンに出れないようじゃ帰ってからも出れないと思いますし、逆にオリンピックに向けたらこの大会がどれだけ大事かっていうのも全員が分かってると思うので、まあ、自分個人の活動も大事ですけど、それ以上にやっぱチームとして日本代表がしっかり勝てるかっていうのも多分見られてると思うので、しっかりとしてチームを残す、チームとして結果を残すっていうのを大前提に自分個人の活躍もよりしっかりと頑張っていけたらなと思います。そうです、本当天候もしっかり、環境もしっかり、対戦相手の強度もしっかり、全部いい体験というかいい経験になると思うので、全てをこうなんていうんですか、自分自身に、まあ、試合出る出ないももちろん関係あると思うんですけど、それ以上にしっかりとこの期間を日本代表で過ごせるっていうのは自分にとって大きな財産になると思いますし、そういった意味で一日一日だったりとか、しっかりして一回一回の練習をどれだけちゃんと真面目に取り組んで自分のものにできるかっていうのはすごい大事になると思うので、そういった意味ではこう本当に気が抜けない期間が続くなというふうに思って、しっかりと自分のものにこ う, うまくしていけたらなと思います。本当に難しい戦いだとは思いますし、相手もどれだけのなんですか、熱量というかめちゃめちゃ本気で来ると思いますし、そういった意味ではもう自分たちがそれ以上上回るぐらいの熱量で立ち向かわなきゃいけないと思いますし、逆に自分たちもこう開催地で出れてはいますけど、本当に出る資格があるのかどうかっていうのはこの大会で分かる、そういった意味でも自分の力量を測るにもすごいいい試合だと思うので、そういった意味ではしっかり試合に出て活躍してチームとして勝ちたいなと思います。